回の裏は新外人のエディ・ウィリアムスからピッチャーサンディエゴパドレスで、開幕時はサードのレギュラーポジションを取っておりました。ホームランが17本、打点75、打率は3割1分6厘という成績を残しています。長池さん、このウィリアムス、なかなかこうオープン戦からずっと見ておりますと、左右に器用に打ち分ける、まあアメリカ時代の成績を見てもアベレージヒッターかなという感じがするんですが、どうですか。打ちました。これはどうだ、伸びる、森はあっさり見送りました。入った。ホームラン。ヤング、ホームランを打たれました。ウィリアムスがゆっくりと今三塁を回って、場外ですか。場外ですね。ホームラン、3対1。さあ試合が動きました。ソロホームランを運びました。これは打ち上げてしまった。サードの石が 2,3 歩前進してもこちらを心がけたということなんですね、ではヤングとは 3A 時代に対戦したことがあるそうです。ああそうですか、はい。おそらくコーチからいろいろと修正されたのかもしれません。やっぱり腕の振りが変わったんでしょうね。なるほどね、中池さんがこの立ち上がりのヤングを見て、あの小さな腕の振りはちょっとバッター捕まえにくいなという話をしてらしたんですが、タイミング的にね、フォームに合わせてると遅れますよ。なるほど。戦から開幕してずっと好調を維持している大野です。という感じでしたね。なるほど、まあ、それと自らがテストをされていることも当然知っているはずですしね。そのマウンドの緊張というのもあるかもしれません。さあツーナッシング追い込まれていますが、大野です。今年阪神から移籍、新天地で得たポジションがセンター、そして9番バッター。しかしこの9番というのは1番と同じだという田淵川。こういう追い込まれますとね、バッターはやっぱり苦しいですよ。目で追っかけていくわけですよね、バッターは。だから範囲が広くなるんですよ。置きに行くようなバッティング。6-4、三塁はセーフです。すぐに、配球を読まない、まっすぐばっかりを狙ってる、そういうバッターと、カウントによってカーブ、まっすぐ、はめなきゃいかんでしょ。その技術があるからそういう狙い方をするんですよ。なるほどね、ファースト大野が走って盗塁成功。大きなカーブ、まあ、それと左バッターは逃げるボールが少ないですからね、右バッターよりは楽ですね。ワンバウンドになった。10前半の大きな山場を迎えています、平和大球場です。打った、セカンド正面。ああいいや、大丈夫だ。はい。